売れそうな絵描いてってさ、高値で売れる絵だぜ。まあもう終わるか。いやいや、高値で売れそうな絵なんてねえんだよ。まあ描くけどさ、一ついいことを教えてやろう。このパレットに残った絵の具を使って絵を描いたのが価値があると思う人もいれば、残った絵の具でケチくさいことすんなよって思う人もいる。高値で買いたいって人がいれば、その絵は高値なんです。売れそうなんてことはない。結論、知らん。